ゼロトゥワンを読んだのでいつもながら興味深かったところをメモしていきます。ただですねこの本はねまあ本当にメモするところが多いのでえー、まあぜひとも読んでもらいたい本かなと思います。 で、著者はピーター・ティールさんですね、まあ。ピーター・ティールさん有名ですよね。ペイパルの共同創業者と。で、まあ、ペイパルのマフィアのドンなんて言われてますよね。うん、で、まあ、フェイスブックの最初の外部投資家とか、まあ、その辺は言い,いとしましょう。はい。で、本を読む理由なんですけど、まあ、最良っすね。マインドマップにまとめていなかったので、まとめていこうと思います。で、内容紹介なんですけど、新しい何かを創造する企業をどう立ち上げるか。スタンフォード大学企業講義録ということで、まあ、なんだろうな、その新しい企業を、まあ、なんか、企業やったろうみたいな、まあ、そういう気持ちが、 ある人はまあすごくね読むべき本なんですけどまあない人がこれ読んでどうなるかって話なんですけどうんまあでもね読むべき本かなと思いましたねなんかこの世界をなんかよく見えるようになるんじゃないかなと思いますで初めにのね言葉が超かっこいいんですよね、えー、ビジネスに同じ瞬間は二度とない次のビル・ゲイツがオペレーティングシステムを開発することはない次のラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンが検索エンジンを作ることもないはずだ次のマーク・ークザッカーバーグがソーシャルネットワークを築くこともないだろうということでうんと まあさ時代変わってるんだから <laughs> 時代変わってるんだからその時代に沿ったものを作るのがまあ企業家ってやつですよね、えー、彼らをコピーしているようなら君は彼らから何も学んでいないことになると、えー、かっこいいですねうん彼らをコピーしているようじゃダメだぞってことですねはい でえっ、ー、とねこの本の内容、あ、書いてましたね、えっ、ー、とね新しい何かを想像する企業をどう立ち上げるかについて書いた本ということで、えーとまあ、後半なんですけど、そのメンバー集めとか、うんまあ、そういうことも書いてましたね。えー、とただね、成功の法定士なんていうのはそもそもないですよと、えー、企業を教えることの矛盾がそこにある、どんなイノベーションもこれまでにない新しいものだから、具体的に教えられる専門家などいないって言ってるんですね。はい で、あと、あれかな、一つだけ、そのね、成功者というか、まあ、その起業家の成功者かの中に際立ってたパターンがあるとすれば、成功者は方程式でなく、第一原理からビジネスを捉え、思いがけない場所に価値を見出しているということだってことなんですけど、まあ、この辺はね、よく書いてましたね。はい、えー、っと、あとねあそう、採用面接で必ず聞く質問というのがね、かっこいいですね、これも。賛成する人がほとんどいない大切な真実は何だろう。いや、これおもろいですね。賛成する人がほとんどいない大切な真実は何だろうと。で、この質問に答える。 難しいい理由というのが2つあります1つっていうのは学校では基本的に異論のない知識しか教わらないのでこの質問は知的なハードルが高いってことですね。 で、これちょっとね、えー、アメリカの教育を受けた人がこんなことを言うとなるとね、ほんと日本の教育ってほんと回遅れなんじゃないかなと思っちゃいましたね。うん、異論のない知識しか教わらないのでっても言っちゃってますからね。で、にえー、っと、その答えは明らかに常識外れなものになるので、心理的なハードルが高いってことですね。まあ、だからこんなこと言ったらなんか頭おかしいやつと思われ,ちゃう思われるんじゃないんだろうってね、ことですね。明、え、晰、ー、な思考のできる人は珍しいし、えー、勇気のある人は天才よりもさらに難しいということで、まあ、この質問に答えれるやつっていうのはね、えー、すごいことなんですね。 えっとあれその賛成する人がほとんどいないってことなんで、あ,ありきたりなことはダメなんですよ。貧困がない社会を作りたいなんていうのは、それは誰もが賛成するでしょうと。あとなんだろうな、地球温暖化を食い止めたいとか、それも賛成する人がねたくさんいるでしょうと。ということで、賛成する人がほとんどいない大切な真実は何だろうと。いやこれはね、答えるの難しいと思います。はい。あとなんだろうな、テクノロジーが生み出す富。うん、ここはいっか。スタートアップしか、この辺も省略をしてですね。 企、まあ、業家はそのまあ独占を少なからず目指さないといけないよってことを言ってましたね。えー、Google の想像する価値は航空会社に比べて少ないけれど利益率でいうと航空会社に100倍もあるってね。検索エンジンジ まあ、航空会社っていうのはまあすごい価値ありますよねいろんなところに行けるからで検索エンジンっていうのは Google でいろんなことを調べれるようになったとしても結局調べてることって多分ねしょうもないようなことなんですよねうんなんかダイエットの方法とかね <laughs> そんなこと調べてもね、まあ、そこまで価値ないですよね,、えー、ね Google っていうのはまあ航空会社に比べてはそんなに価値ないけど、まあ、利益率で言うとまあめちゃめちゃいいですよとなん、まあ、でかっていうと航空会社はライバルだらけなんですよねでも Google にはライバルがいませんと、えー、起業家なら差別化のないコモディティビジネスを行ってはならないって言ってますね でその競争的なビジネスのの大きなな問題点っていうのがあります、えー、なんでかというと、それはね、利益が出ないことではないんですあ利益が出ないことが、えー、大きな問題点じゃないんですよ。利益が出ないことではなくて、それはね、人々を追い詰めて死に追いやることなんですよね。うんと、やっぱその競争になってくると、まあ、どうしてもねそ、ブラック企業っぽくなっちゃうんですよね。えー、Google のような独占企業は、ライバルをおっと感じが違う気にする必要がないため、社員やプロダクトや広い社会への影響を考える余裕があるんですよね。まあ、つまり、金以外のことを考えられるってことですね。はい であと独占あそう独占ってなんか、ね、響きはすごく悪いような気がするんですけどまあ独占はまあなもちろんその、ねえー、っと価格をコントロールして、まあ、悪い面っていうのもあるんですけどそういう場合じゃない。 時にはそのメリットもあるんですね、えー、独占は進歩を妨げるようなイメージがあるけどそんなことはないと、えー、進歩の歴史とはより良い独占企業が既存企業にとって変わってきた歴史なんだっていうと、まあ、例えば IBM が昔は、ね、天下でしたでも次マイクロソフトになりましたでも次アップルですよねじゃあアップルの次はどこなんでしょうか結局その独占っていうのは、ね、崩されていくものなんですよねで独占は進歩の原動力ともなるんですよ、えー、何でかっていうと何年間何十年間にわたる独占を約束されることがイノベーションへの強力なインセンティブになるからですねそして一応独占できれば長期計画を立てる余裕と競争に追われる企業には想像もできないね ほど野心的な研究開発をさせるる資金が手に入るんです、ねうんとまあ、ガーファーと呼ばれる、えー、Google、Apple、Amazon、えー、Facebook、うん、あと、なんだ、えーあ、最近はマイクロソフトも入ってますよね。あの辺っていうのが、えー、独占することによって、まあ、とんでもないお金を手に,入れ手に入れてるわけですよね。そして、その、まあ、ガーファーと呼ばれてるガーファプラス M ムたちは、その社会っていうのを本当に変えてきて,てますよね。Amazon は世界をめっちゃ変えた、Google も変えた、アップルも変えてきたっていう感じで、まあ、そのね、独占っていうものは進歩の原動力になるんですね。はい。 でイデオロギーとしての競争うん、まあ、そうんティーティールさん自身もねもともとエリート構想を走ってたんですよね競争競争のね競争の中のエリート構想行ってたんですけど、えー、最高裁の法務事務官になろうと思っていたけど採用試験に落ち,落ちちゃったらしいんですよねでも、まあ、振り返ってみると落ちてよかったともし法務事務官になってたらええー、おそらく証券を録音したりあれ証券証券漢字なんか違う気がするな証券か証券 証言を録音したり、えー、他人の、えー、事業案件の草案書いたりして一生を過ごしていただろう。新しい何かを作り出すことはなかったはずだって言ってましたね。はい、で企業価値、もうん、ここもいいか。企業価値とは、独占企業の4つの特徴。あ、まあ、これもよく言われてる話だな。あ、そうそう。あと、曖昧な世界っていうのをね、嫌って、嫌ってましたね。ティールさんは。えっと。うん まあ、曖昧な楽観主義っていうのが、この世界は結構支配してるんですよね、えー、未来は今より良くなると思っていても、どんな姿になるかを想像できる具体的な計画を立てることはないって。まあ、これ結構ありますよね。うん、社会。 家、まあ、個人間でもそうだし、えー、政府とかもそうですよね。まあ、その会社勤めやってる人だったら、会社もそうですよね。まあ、例えば、その個人レベルとい言ったら、えー、いい大学に行きなさい、いい会社に入りなさい、みたいな、あまあ、なんか <laughs>、そういう姿を想像してるんですけど、それって具体的じゃないですよね。えー、いい会社に入ったら何がいいのって言われてもないんですよ。具体的なものがない、えー。どんな会社に入っていいかと、まあ、そういうね、具体的なものもないですよね。 で、まあそういう曖昧な楽観主義っていうのが、えー、支配してます。で、なんでかというと、1945年から55年に生まれていれば、18歳になるまでには自分とは全く関係なく生活は良くなっていたんですよね。まあ世界全体が良くなっていた。富、えー、が増えていった。だから、なんか社会っていうのは、世界っていうのはなんかより良い世界に行ってるんだな、みたいな。まあだから曖昧な楽観主義のここに行くんですね。で、今、この社会っていうのは、まあこの頃生まれた人たちが、まあ結構ね、いいポジションに座っているから、まあ、 社会的世界的に曖昧な楽観主義者たちが支配する世界になってるんですね。で曖昧なああまここいいかはい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 え大、ー、曖昧な政府ああうんここもいいかなあこの辺もすごい面白かったんですけど長くなるからカットしましょう。うーんとあアップルから学べることもね これも面白いから話しようかな。えー、Apple から学べることっていうのは、まあ、いろんなところで話されてると思うんですけど、まあ、デザインとかが美しいとかではないってね、ティールさん言っていましたね。新製品を開発し、効果的に販売するための明確な複数年計画を描いて、それを実行したことって言ってましたね。うん、複数年計画を立て立てたんですよ。で、iPod が発売された当初っていうのは、業界アナリストはこれは Mac ユーザーのためのおもちゃと見ていたんですけど、えー、ジョブズさんは知りました。スティーブ・ジョブズは知りました。iPod を PC に代わる新しい時代のポータブルデバイスの第一弾としてね、位置づけていたんですね。まあ、今だったら僕たちわかりますよね。それが iPhone だ。 ってことにね、えーまあ、ほとんどの人っていうのはその隠れた真実にね、えー、気づけなかったと、えー、目に映らなかったと。はい アップルの価値っていうのはある人物の一つのビジョンから生まれていたこのことは新たなテクノロジーを目指す会社がいわゆる現代的な組織ではなく封建君主制に近いことを案に示していると、うん、独,創独創的な創業者は有無を言わ,さずう言わせず決断を下し忠誠心を呼び起こし数十年先まで計画できると逆に訓練されたプロフェッショナルが運営する個性のない官僚組織は一人の寿命を超えて存続するけれど目先のことしか見ていない、うんまあ、このようピールさんの思想が出てるところだなと思いましたあとはどあこ,こも、ね、隠れた真実かなこれが一番面白いというかメインの ことかなと思いましたねこの本読んでいて隠れた地位です えまあ真実というかその3つにね分類できることがあります。それは定説、えー、隠れた真実な、解けない謎ですね。えー、まあ定説っていうのはまあ僕たちが広く聞く言葉ですよね。まあ学校,でこ学校の教科書で習うことですね。まあこれは簡単ですと。あと隠れた真実あります。これ,でもこれは難しいと。えー、で解けない謎っていうのもあるんですね。えー、不可能。えー、これはまあどれほど人間が頑張っても解けない謎なんですよね。まあ、えー、この宇宙は何でできたのかみたいなのはね。まあほぼ不可能でしょう。で隠れた真実はまあね、えー、ここを難しいけどトライしていくべきだってことなんですよね。うーんと。 ただ、その隠れた真実への探求心を阻む4つのものがあるんですね。隠れた真実を見つけたい、見つけようとしても、う、え、ん、っとね、阻まれちゃうんですよね。なんでかというと、それは前進主義というのが一つあります、えー。少しずつ物事を進めるのが正しいやり方だと教えられます、えー。人より進みすぎたり、テストに出ないことを勉強しても誰にもね、褒めてもらえません。えー、ちょっとずつやっていこうということですね。 ただ、そのね、か、その隠れた真実っていうのは、ちょっとずつ、ちょっとずついけば、まあ、見当たるもの、見つけれるものではないかもしれないですね。あと、リス・回復ですね。えー、隠れた真実とは主流が認めていないこと。自分一人だけ新しいと思える状況。つまり、他の誰もが信じていないことに人生を捧げるのはね、それだけでも辛いですよね。まあ、だから、その、まあ、探すのやめちゃいますよね。あと、現状への満足ですね、えー。社会のエリートたちっていうのは、過去の遺産で、ノーノーと暮らしていけるのに、えー、隠れた真実を探す理,理由がどこにあるだろうってことですね。まあ、例えば、官僚組織に入ったら、まあ、まあ、日本でいうとですよ。えー、まあ、皆様から、 エリートじゃないかって言われるわけなんですよね。じゃあわざわざその官僚組織に入ったエリートコースを捨ててなんか新しいことをやるかって言ったらそんなことないですよね。はい。あとフラット化っていうのがあります、えー。隠れた真実を探そうという志を持つ人はまず工事もする。新しい何かが発見できるなら世界のどこかで自分より賢くクリエイティブな人たちがそれをすでに見つけているのではと思っちゃうんですよね。まあ、そういった疑念の声によって隠れた真実を探し始める前に諦めてしまうってことですね。はい。じゃあ隠れた真実がなんか、まあこれだけなんか テクノロジーが進化した中で隠れた真実っていうのはまだ残ってるのかっていうと うんえー、まあ残ってますと。な、え、ん、ー、でかというと、その隠れた真実がさ存在しない世界っていうのはあるのかってことなんですけど、それはないよと。隠れた真実が存在しない世界では、完全な正義が実現していることになりますよね。でも、奴隷制度を始めから悪だと思っていたのは、少数の奴隷廃止の者だったんですよね。まあ今で言うと、な、うんとだろうな。うん、日本で言うと、まあ、LGBT の問題もそうだし、まあ天皇が女でもいいとか、<laughs> 男でもいいとか、まあみたいなね、なんて言うんだろう。 なその全部が正義、完全な正義は実現するってことはないですよね。ってことは、どこかに必ずその隠れた真実っていうのがね、えー、あるんですよね。で、隠れた真実の最近の例で言うと、まあ、そのフェルマーの最終定理を解いたアンドリュー・ワイルさん、まあ、これは超天才だから、えー、ちょっと僕たち一般人に当てはめれないことかもしれないですね。あと、あれですね、えー、余剰スペースを利用したエアビービート。昔だったらそのホテルなんだけど、ホテルじゃないところに価値を生み出しました。あと、行きたい人と送りたい人を繋げるウーバーですよね。えー、今まではタクシーがあったんだけど、まあ、隠れた真実を見つけちゃいましたと。 ということで、えー、っと、あと、隠れた真実の探し方もおも,もろかったですね、えー。誰も見てない場所です。隠れた真実は、えー。ほとんどの人は教えられた範囲で物事を考えるので、えー、っと、じゃあ、ほと,ほとんどの人がえ教えられた範囲で物,本当物事を考えるので、そこじゃないとこ見ていきましょうと。例えば、物理学はすべての総合大学で主要な専攻科目として確立されている。先生術はその対極になるけど重要な領域とはいない。では、栄養学はどうだろうと。え、栄養学はどうだと。 栄養は誰にとっても大切だけどハーバードに栄養学の専攻はないと最も優秀な科学者たちは別の分野に行くと。えーっとまあ 栄養学に行かないってことですねでこの分野は大規模研究のほとんどは30年から40年前に行われたものでその多くは深刻な間違いがある、えー、低脂肪と大量の穀物中止の食事が推奨されてきたのは科学の裏付けではなく大手職員団体のロビー活動の結果だろうおかげで肥満の問題はさらに悪化している栄養について学ぶことが多いのに僕たちははるか彼方の星についての方が詳しいと栄養学は簡単ではないけど不可能でないことは明らかだ隠れた真実を見つけられるのはまさにそうこういう分野なのだってことでまあ何か言ってることって分かりますよね あ、で、終わりですね。僕の感想なんですけど、えっとね、もう社会を変えるような組織を作りたいのだ、作りたいのであれば読むべきですね、えー。で、あと、まあ、多かが少なかれ、まあ、絶対ね、どうかで、独占というものを目指していかなければいけません。なんか、独占で聞いたらすごいね、悪い気もするんですけど、そんなことはないということでね、独占を目指していきましょう。あとね、著者はね、官僚組織が嫌いなんだなっていうのがね、わかるような本でしたってことで、まあ、本当にメモするとこはめちゃめちゃ多いので、ぜひね、手に取って読んでもらえたらなと思うぐらい素晴らしい本かなと思っております。はい、それでは。